はい、えー、今回はですね、ドコモの回線を月額980円にするための方法でございます。しっかりと聞いてやってみてください。まずはですね、au もしくはソフトバンクのガラホ、まあこれをね、以下ね、4G 携帯っていうふうに言いますけども、こちらの方からドコモへ転出して、初めてスマホ割っていうのを適用させてください。まあそうするとね、毎回5分間の通話定額と、 1GB のデータ通信付きで月額980円という MVNO 並みの料金で1年間ね、使えるわけですね。えー、2年目以降は1480円になりますんで、これも安いですよね。で、1GB ってことなんで、まあ、ほとんどね、Wi-Fi のある環境で使うってことになりますけども、まあでもね、これすごいお得だと思いますよ。で、準備することをまずお話しします。まず用意するのは 4G 携帯です。 これね、あくまでも、これからスマホを使う初心者という名目でやりますんで、4G 形態が必ず必要ですから、これをね、中古で、えー、メルカリなどで買ってください。で、必要に応じて、SIM ロックを解除します。まあ、SIM ロックが解除されている分に関しては何もしなくてもいいんですけどね。で、手持ちの SIM カードで、発信とか着信ができることを確認したらもう準備は整います。 えー、発信着信を確認したら、ドコモショップとか、家電量販店に出かけていきましょう。そして店員さんに、スマホデビューっていう割引を使って、ナンバーポータビリティしたいんだ、というふうに、あの、お申し出ください。で、ここでね、SIM カードのみを契約するか、ナンバーポータビリティ特典の22000割引で、ドコモ端末とセット購入するかが選べるんですよ。で、例えば一つの例としては、ヨドバシカメラに行った例があります。 シムカード単体で8000ポイント還元。端末とのセット購入であれば、ギャラクシーの A21 っていうタイプがですね、一括で10円だったので、こちらの方をね、選んでみました、えー。そして無事に開通して目的を果たすことができたということなんですけども、ちなみにこのですね、ギャラクシー A21 は白ロ,ロムとして売却することができますので、そっちの方でね、さらに、利益を取ってもいいんじゃないかなと思います。 えまたね、あの、柄系なんですけども、あの、3G 携帯ですね。えー、こちらからのナンバーポートビリティと違って、契約中のプランを見せたり、挿入されている SIM カードについて深くチェックされたりはしないんで、ご安心ください。え、4G 携帯ですね。柄ホってやつを使ってみるといいと思います。はい。で、ちょっと注意点を申し上げておきます。え、ここからは、まあ、ほとんどの方はあんまり関係ないと思いますけども、まずね、1年目で980円ですけども、 二年目以降ずっと1480円の条件、これで使う条件なんですけども、D カード払いの場合となってますんで、D カードを持ってない方は、あの、ポイントサイトとかでね、D カードをなんか報酬が1万円とか2万円もらえるんでしょで、あれで作っとくといいと思います。まあ、D カードがなくても2年契約をすれば同額になるんで、まあ、それも覚えておいてください。端末とのセット購入をしてから 5G 契約に変更すると、 2年契約の割引が解除されますんで気をつけてくださいね。で、5G っていうのはまだまだ実動しないですから、5G はしばらく忘れといてもいいと思います。えー、次にですね、5分間の通話定額オプション、まあおしゃべり割っていうのをね、適用させる必要があるんですね。で、2020年の12月18日までは13ヶ月間のみ無料とされてきたんですけども、2020年12月19日から700円のオプションが ずっと無料になったわけですよね。だから、ここでお話してるんですよ。自動適用のずっと始めてスマホ割と同時に申し込むことが条件なので、これを忘れないように、ちょっと今のうちにメモしといてください、えー。そして私が今お話したことをね、繰り返し聞いて誤解のないように捉えておいてくださいね。で、あとはですね、料金の支払いシミュレーションっていうのが2年目から3000円ほどに値上がっている場合があるんで、これスタッフさんに聞いてみるとね、 システムが2020年12月18日以前のプランからアップデートされていないっていう場合があると。まあ、そういうこともあるかもしれないですね。で、同じようなシミュレーションが出てきたら2年目以降も1480円になりますよねと確認してください。これやっぱりね、確認した方がいいです。料金の確認ね。で、最後に重要項目なんですけども、 初めてスマホ割は4月1日から初めてスマホプランに名称が変更されますんで、これも覚えておいてください。カレンダーにね、今のうちに書いておいてくださいね。名称変わるよーっていうふうに。で、こちらの方は 4G 形態からのナンバーポータビリティが対象外となって 3G 形態を持っている人だけに限定されてしまいますので、期限は3月31日までです。今回の方法は、だから3月31日までに使えると思って、なるべく多くの方にね、知らせてあげてください。 きっと喜ばれると思いますよ。それでは本日も聴いていただきましてありがとうございました。